まあ、ローランドだからみんなと違うことをするっていうわけではないと思うんですけど、今日はですね、僕のナイトルーティンを紹介したいと思います。帰宅時間はその日の仕事によって結構バラバラなんですけど、まあ、だいたい外でご飯を食べた後に11時くらいかな、11時くらいに帰宅することが多いですね。それぞれ全部位置があるんですね。そうなんですよ。全部ね、一点物の大切なものなんで、ちゃんとね、仕事を使い終わったらすぐにちゃんと休ませてあげたいなと。あ、はい、いつも本当真っ先に帰ったらまず仕事で頑張った者たちをここに収めてますね。この缶とかこの靴とかは、はい、ぶっちゃけ場所を交代しても良くないですか？いや、なんかね、俺の中で決まりがあるんで、靴はここ、もうバッグは私はこっちって決まってるんですよ。なんか基準は何ですかね。感覚、ここがいいってなんか多分言ってるんですよね。靴か、はい。なんか物の気持ちをこう研ぎ澄まして聞いてみると、この角度ね、はい、これは大事な角度です。これはそれも普通にこだわりとして、こだわりで、これもかけるときに若干こうね、トルソーがこう斜めになっちゃったりとかするんですよ。はい、これもちゃんとこう毎回直して、ああ、はい、でもここで休ませてあげると。まずここでくつろぐんですか？そうですね、まあ、着替えたらまずここでちょっと10分くらい休憩しますね。家帰ってきてすぐになんか行動するのって結構難しくないですか？いきなりパッとなんか切り替えるためにここでちょっと休んで、ああ帰ったらこれしようと思ってたなとか、まあ、そういうことをちょっと思い浮かべながら休憩する時間ですかね。ここすごいですね。ここいい景色ですよね。この景色見ながら、まあちょっとのんびりして今日も頑張ったなとか、いやあそこもうちょいいい言い回しの言葉あったよなとか、10分ぐらいの反省会をねちょっとここでやってますね。ちなみにこの部屋すごくあったかいんですけど、はい、これはどういう設定になってるんですか？まあ、これはもうエアコンは基本的には入れてあるのと、つけっぱなし。そうですね。何度設定してるんですか？30ですね。30度？はい。30度出てるんですか？真冬に。いや、まあ体調管理も仕事のうちじゃないですか。で、体はやっぱあの冷やすのが一番良くないんで、まあまあもちろんね、その環境がどうこうっていうこともありますけど、やっぱ風邪ひけないし、いろんな人に迷惑をかけることになっちゃうんで、そこはね、まあ地球に申し訳ないなとは思ってますけど。
まあ、帰ってきたらコーヒーブレイクを。なんか好きなあのあれなんですか、さっきなんか取り出してたんですけど、あのディーン&デルーカが、はい、そうパッケージがおしゃれだなっていう理由だけど、別に味とかではない。ああ、はい、なるほど。なんかね、俺の好きな色なんですよこれが。好きそうじゃないですか、この四角い感じとこのなんかグレーモノトーンの感じが。だからもう結構ねこれをね買いだめして。寝る前にコーヒー飲むんですか？まあ寝る前って言ってもこっからまあもう少しだけ起きてるんで、そんなにすぐ寝るわけじゃないんで、まあ、大丈夫かな。火を眺めながらコーヒー飲むってことなんですね、はい、そうですね。ここはもう本当に絶好の仕事場というか、僕ってこういろんなこう言葉で人の気持ちを動かすのがまあメインの仕事じゃないですか。だから従業員たちにこの言葉言ったらモチベーション上がるのかなとか、あ次のスピーチこういうこと言おうかなとか、だここで何もしてないようで結構頭の中は仕事してて、あ人はなんか火を見るとすごくなんか和むっていうような、まあ、そういう説もあるじゃないですか。だからここでまあコーヒーとか飲みながらで家帰ってきたらここに来て、でまあ最後に携帯確認するのもこの場所なんですけど、まあ、ここで最後にまあ連絡の確認をして、ちょっと名残惜しいんですけどもここでロックをかけて、これでデジタルの世界とはおさらばをしてここで考え事をするという感じですかね。またあの要は設定時間の夜中3時まであと3時間ぐらいあるんですけど、はい、そうもうなんか最近ね3時待たずにもう帰ってきたらすぐロックしちゃうこと多いですね、まあ、こっち側ね、はい、あのフルタイムで使えるんで、まあ、何かあったらここに連絡来るんで、まあ、これ置いといて、うん、でまあここでのんびりしつつ考え事しつつみたいな。シャンパンって、はいはい、シャワー浴びながらシャンパン飲むんですか？いや、ジャグジー入るんで、ジャグジーで、まあ、飲んだりしますね。あメイク落としはですね、シャワーと同時にやることが多いんですけども、無印良品のものを、まあ、これは洗顔もそうなんですけど使ってますね。朝シャン派と夜シャン派いると思うんですけど、僕は夜派で、まあ、その日の汚れも、まあ、その日のうちに落としておきたいというところもあるので、僕は夜に入ってしっかりきれいにして寝ています。で大体ですね、シャワーは数えたことないんですけど多分20分とかそれぐらい、そんなに長くは入らないことが多いですね。
これは何用ですか？これはまあ外に持っていくよ。これがまあ音楽聴けるやつなんで、これでいつも波の音とか流すんですけど、ジャグジーに入るときに、まあ、これ聴きながら入るんで。ああ、これ Bluetooth スピーカー？そうですね。そうですね、まあ、ジャグジー入りながらの、まあ、シャンパンは毎日やるわけじゃないんで、ほんと仕事頑張ったなみたいな時だけですね。今日結構頑張ったんですよ。ほんと天気良かったらね、星とかも見えるんですけどね、今日はそんなにですね。ヘアドライヤーってこの箱のまんま保管してるんですか？毎回もうこれが一番綺麗じゃないですか。僕はあの配線嫌いなんで、ただまあコードレスのドライヤーってなかなかないんで、電圧も高いし、ここにやっとけばまあ、あのこいつのおかげであのコードも隠せるんでストレスなく。はあ、だからうちの本当唯一のコードぐらい、多分これ珍しいですね。最近髪を短くしたんで、ドライヤーの時間は20分くらいですね。これでもだいぶ短くなりました。まあ、翌朝寝癖にならないようにしっかり乾かして。帽子かぶるんですか？あの、俺髪の毛長かったじゃないですか昔。なんか寝癖つかなかったんですけど、なんか短くしてから結構寝癖つくようになったんで、寝癖つかないようにちょっとこれで抑えるんですよ。今お風呂あれなのに、そう、ここで抑えるというボリュームが出ないようにね。ということはあれ帽子かぶって寝るってことなんですか？そうっすね。今は風呂上がりにはちょっとリラックスも込みですけど、まあ俺もそもそも体硬いんで、まあ、柔軟性を高めないと怪我しちゃうじゃないですか。だからまあ寝る前とか、朝もストレッチしてるんですよね。そうですね、朝もやりますけど、朝あんまやんない方がいいって説もあるんで、ちゃんと伸ばすのは夜ですね。こうやっぱりストレッチしたら起きた時は結構気持ちいいです。っていうかやっぱ可動域広がるとトレーニングのフォームとかも良くなるんで、まあ、トレーニングのためっていうのもありますし、まあ、なんか風呂上がりにしっかりね伸ばして寝た方がぐっすり寝れると思いますね。これはどのくらいするんですか？うん、20分ぐらいかな。あんまりね気合い入れてやりすぎると、結構こういうのって続けることが大事なんで、まあ続けるに負担がないぐらいの時間にはしてます。
ました。今何になってるんですか。これは宿題です。やらなきゃいけないやつがあるんで結構難しいんですよ。僕の友達が、まあ、妹に紹介してもらったあのアメリカの友達がいるんですけど、まあ、あの暇な時間教えてやるよって言ってくれて、で、まあ、その最初にちょっと話してみようかってなった時に、まあまあローランドの英語は気持ちは伝わるよと、気持ち伝わるけどレベルで言ったらあの小学校2年生レベルだねみたいな、エレメンタリースクールレベル2だねっていうことで、まずエレメンタリースクールのレベル2をも買って、それからまあ宿題出してくれるんですけど、 Talking about how you broke records and rocked the Super Bowl、 何の宿題なんですか。ちなみにこれはまずブルーノ・マーズのスピーチを読んで、まあ、翻訳を自分でやるのと、あとはまあそれをどう感じたかっていうのをまあディスカッションするのと、あとはまあなんですかね、しっかり読めるようにと発音するように。いやでも全然あれ訳されてなくて、ずっとあれ英文しか書かれてないあれですよね。そう、しかも俺スマホ使えないじゃないですか、うん、まあだから本当にわからないものはすぐ調べるよりもこうなんかまとめてググる時間っていうのを決めてるんで、10分間ぐらい、うん、それでバッと調べるっていうところと、まあ、あとはもうその友達に聞くとか、まあ、そういうやり取りの中でね勉強できるのはあるんですけど、まあ、これをまずやらなきゃいけないんですけど、あさってぐらいまでにこれ確かやらなきゃいけないんで、28歳宿題に追われる。まあ頭がやっぱ悪いんで、英語の評価とかも D とかだったんで昔から。ああ、ただやっぱ英語圏でスピーチしたいなってのあるんですよ、将来的に。ああ、なんかかっこいいですよね。でもし英語を喋れたら、まあ全世界の半分と恋愛できるのかなと思ったら、まあね、頑張りたいし、こうなんかデートとかで海外旅行行ってかっこよくエスコートしたいなとか、やっぱそういうのもあるんで、はい。You can sit next to Ellen DeGeneres talking about。まあ、夜に宿題だったりとかを終わらせたら寝ますね。大体ですね、時間はまあ2時とか3時に寝ることが多いですね。そしてスマホはもう完全に10時間以上ロックしているので全く見ません。ということで、皆さんおやすみなさい。